あれ、ルフィ、挨拶せい。あれだな。ほら、その、なんだ。はっきり言え、はっきり。そうだ、忘れてた。おいおい、ふざけるな。ルフィ、待て待て。あんたたち、全員すぐに出発の準備をしなさい。おい、みんな、こんな奴の言うこと、聞くことはねえぞ。こいつは改変。何か、問題でも。いいんだ、そうだ、そうだ、いいんだ、普通海兵が笑ってる場合かい。ゾーロ、てめえ何してやる。記憶戻ってるの。当たり前だ、顔が怖えんだよ。記憶が戻ってんだ。なんかこっちニコニコって優しい顔で寄ってきやがる。俺、誰だ？ハブラ、捕まえた。もう離さないぞ。次はてめえだ、サップ。なんだあれは。そして俺は誰だ？お前ら誰だ？誰だ？そこで溺れてる人知りませんか？知るか。いや、私トイレに行きたくなってしまいまして。そんなもんいちいち俺に言わねえでさっさと。それが足がしびれて立てないんです。しびれる筋肉あんのかよ。ゾロさん、もう少しで私漏れちゃうかも。ちょっと待った。俺が連れてくから。あたまこー、クジよ、文句ないでしょ。残り物に悪化があるという俺の人生すべての運をこのクジに。がー、決まったな。お供は俺たちだ。楽しみ悲しみ。お、当たりか。運がいいな。外れた。変わってくれ。イエモンの言ってた忍者はいねえのか。がっかりだ。え、忍者。骨骨のチョッパー。ミンクシップ叩き込んで見るだけだから。ガルシア。デッジはお前か。違うわよ。お前か。どう見ても違うだろ。じゃあベッジはどいつだ。まあ待て、間もなくレロ。ゾロゼロ頑張れ。おい麦わら、あの緑頭はお前の連れか。確か奉行所をぶっ壊した滞在人ゾロゼロだったか。だから関係ねえって言ってんだろ。バレバレなんだよ。